お梅新町の大井戸、お梅新町の大井戸とは、東京都お梅市新町にある、東京都指定分解析の井戸である。地盤が脆い武蔵の大地では井戸を垂直に掘作することが困難であったため、地面をすり鉢状に掘り下げた、独特の形状の井戸が多く見られる。お梅新町の大井戸は、こうした井戸の中でも最大級のもので、室町時代から安土桃山時代にかけて、 掘削されたと推測されている。18世紀中頃まで使われていたものの、その後埋没し、使用されなくなっていた。埋没後は、井戸があった場所という伝承のみが残り、地主や地域住民によって保護されてきた。1958年11月には、市の指定史跡となった。しかし穴は徐々に、草木が追い茂り、ゴミが投げ入れられるなど、荒廃が進んだ。 1976年に周辺で土地区画整理事業が始まると井戸を復元し、史跡として整備しようとする動きが出てきた。市による整備にはそもそも井戸が実在したのか確認する必要があり、1988年8月に確認調査が行われた結果、実際に井戸があったことが確認された。1991年から7年にわたって、 発掘調査が実施された。1997年7月からは、お梅市が整備し、使用されていた、当時の姿を再現、一般公開されている。AB、すり鉢型の巨大、井戸戦国時代の史跡お梅市が、整備明日から、一般公開、読売新聞1998年5月14日付、東京本社長官27面。ありがとうございます。